小池さん、小池さん、筋体安定のための睡眠のコツっていうのもあるって聞いたんですけど、詳しく教えてもらっていいですか？はい、筋体は安定させる睡眠のコツ、その1は、うん、早寝早起きではなくて、うんうん、早起き早寝です。おお、なるほど。夜更かし朝寝坊を治すには、まずはとにかく早起きに徹することです。うんうん、夜更かしが染みついた方がいきなりいつもより早く寝ようと思ってベッドに入ってもなかなか眠れないんですね。うんうん、でいつも寝てる時間帯の1時間2時間前っていうのは実は一番眠れないって言われています。うんうん、でこの時間帯に寝室で眠ろうと頑張ってしまうと、この場所は眠れない場所だと体が覚えてしまうと言われています。うん、ですから寝室を眠れない場所にしないためには、焦らず自然に眠くなった時にベッドに入るということも心がけてみてください。